今年秋、一人の侍に全米が喝采を送った。イチローが108年ぶりにメジャー記録を塗り替える快挙を達成。その記念すべき日によみがえった記憶。あんな恐怖は味わったことがなくて、でそれをなんとか、打ち破って、あの恐怖を思えばそうそう野球の中で怖いことはないですよね。イチローが口にした恐怖、それは半年前に味わった野球人生最大の屈辱だった。バントした、イチロー送りバントの失敗。今年3月の WBC、 イチローはまさかの不振に陥った。それまで目にしたことのなかった天才の苦悩。そんな中、イチローを救うべく侍たちが立ち上がった。グラウンドに次々と現れたイチロースタイルの足元。一人ぼっちにさせたくないというか。激闘の中で悩める天才と侍たちに強固な絆が生まれていた。そして、日本中が心を揺さぶられた天才の苦悩と栄光、その知られざる真実が今明かされる。3月15日、日本の連覇がかかった WBC 第2ラウンドが開幕。そしてここからイチローの長き苦悩が始まりを告げた。キャプコンの6球目、低めのボール、ショートゴロ、イチロー足が速いが、どうだ、アウトだ。ヒットが出ない、三振。そこに天才と呼ばれる男の姿はなかった。イチローの打球は伸びがありません。イチロー、このキューバ戦5打数ノーヒットです。一方チームは勝利まであとアウト1つです。センターへ、日本優勝候補のキューバを破りました。6対0の快勝。イチローだけが先発メンバーでただ一人ノーヒットに終わった。1番がきっちりやったら強いチームですね、間違いなく。第2戦の相手は宿敵韓国。準決勝進出がかかった負けられない一戦。ここでイチローはより深い泥沼へとはまり込んでいった。変化球、ピッチャーの頭の上、セカンド回り込む、一塁はアウトです。叩きつけた、サードの頭の上、セカンドはフォースアウトです。一、二塁間はセカンドゴロ、二塁フォースアウト。打ち上げました、ファールグラウンド。これでアメリカに来て9打数ノーヒット。天才打者は深刻な不振に陥っていた。そして日本打線も見逃し三振、空振り三振。イチローの不振に引きずられるかのように沈黙。3点を追いかける9回の表、ツーアウトランナーが二塁。ハーフスイング、三振。日本はここ1番でまたもや宿敵に敗北。敗者復活戦へと回ることになった。そして3年前の WBC と同様に屈辱的な光景が繰り広げられた。試合後、イチローはこの WBC で初めて無言を貫く。天才と崇められる男のまさかの不審、そのスランプはセンセーショナルに取り上げられた。そしてその頃、
一郎の心の中にある覚悟が生まれていた。 WBC が終わってから一郎選手の口からこう聞いてちょっと衝撃を受けたんですけど、もうちょっとあまりにも打てなかったら、自分から原監督の方にすいませんと、もしあれでしたら自分を外してくださいと、外してもいいですというかむしろ外してもほしいって、言いに行こうかなと思ってたと。しかし原監督は一郎を起用し続けることに一切の迷いはなかった。その裏には指揮官が信頼を寄せる天才の知られざる姿があった。あの国際舞台の中、一郎が打てない、一郎がベンチに帰って頭をカーッと抱えてる、そういう姿も僕ら見てるし、まあ、亀たちもみんな見てますよ。あの一郎さんがって。しかしその質の高さというか思いというものの強さという点においては、やっぱりあれだけの大選手であっても一つのプレーをその成す成功ということに関してはやっぱすごい思いがあるわけですよ。練習だって誰より早く一番先にグラウンド来て、室内で、打ったりスイングしたりティーしたり柔軟体操したり。偉大な打者が無言で示す野球への真摯な思い、それはチームの士気を高めるものだった。さらに一郎は不信を極める中でもその苦悩を口にすることは一切なかった。今までどんだけ勇気を僕らにくれてる選手、ヒットは出てないんですけど元気にもう生き生きと走ってるし、悔しがってるし、ね、他の人がヒットを取ろう、ナイスヒットって言ってるし、すごいなと思ったですね。かっこいいなと思いましたね。一郎が目覚めればチームの結束はさらに高まる。指揮官に一郎を外す理由はなかった。そうした中、不振にあえぐ一郎を救うべく若き侍たちが立ち上がった。そうした中、一人の男が動いた。チーム最年長、ただ一人一郎より年上の稲葉篤紀だった。いや、ここは僕も思い切ってね、一郎君に声をかけてみようと、だが稲葉は葛藤していた。相手はメジャーの頂点に立つ大打者一郎。やっぱり雲の上の存在なんですよその選手に対して声をかけるとそんな失礼な話はないとか。でも一郎君は凡打しても声かけるんですよ。例えばいい当たりしてアウトになったら、もう全然ナイスバッティングでって言ってくれたりとか。不振に苦しむ中でもチームを鼓舞すべく声を出し続けていた一郎。その姿を見ていた稲葉は決意した。凡打に終わった一郎に、次がある、次がと励ましの声をかけたのだ。いや、うなずいてくれますよ。その時はやっぱ言ってよかったなと思いましたね。とにかくこう一人ぼっちにさせたくないというか、そういう思いが僕強かったですよね。さらに若き侍たちも立ち上がった。一郎さんでも打てないんだっていう、見てて涙が出そうなぐらい、多分一郎さんもっとね悔しかったと思うですし、まあ、こういうユニフォーム上げて一郎さんの格好してね、みんなで応援しようっていうことを。ストッキングを長く出す一郎流スタイル。控え選手だった亀井はそのスタイルで練習に臨むことを同年代の野手たちに呼びかけた。そして片岡が、内川が一郎スタイルでグラウンドに立った。亀井がやろうぜって言うから、じゃあやるかって、だんだんこうみんなにお豆やれお豆やれよって言いながら、一郎さんもちょっとね調子が悪かったじゃないですか、まあ、一郎さん盛り上げるためだ。最年長の稲葉も続いた。どうにかして一郎君をこう、なんていうんですか、盛り上げてねえ、やらせてあげたいという思いが多分みんなあったと思うんですよね。迎えたキューバとの敗者復活戦。
不振の天才を救うべく結束した侍ジャパンは負けが許されない戦いに臨んだ。勝てば準決勝進出、負ければ WBC が終わります。だが後がない戦いでイチローはセカンドゴロ。イチローの第一打席、またしても快音は聞かれませんでした。さらに当てるだけ、ショートゴロ、二塁に送る、スリーアウト。イチローまだ目覚めず。日本の先発は岩隈。三振。低めをつき、キューバ打線を翻弄する。岩隈のフォークにキューバ打線のバットがくるくる回っています。そして日本2点リードで迎えた5回表、ここで不振にあえぐイチローをどん底に突き落とす事態が発生した。ノーアウト1塁、追加点を奪うためチャンスを広げたい場面。バントした、バントした、ショーフライになった、バントした、ショーフライになった。イチローが送りバントの失敗。イチローの苦しみはあまりにも深い。サインではなく自ら行ったバントを失敗。そしてこの時ベンチに戻ったイチローは原監督の心を揺るがす行動に出た。イチローが送りバントの失敗。サインではなく自ら行ったバントを失敗。そしてベンチに戻ったイチローは、その時のことを原監督が話してくれたんですけどね、普通あんだけプライドもあって実績もあって最高の選手がああいうアウトになった後にすまんって、もう俺のせいだから何とかしてくれっていうことをね、こうベンチの中で声を出してくれている。チームのために、みんなのために、日本のためにっていう思いでそういう言葉が出てくる。でその野球に対するこう向き方とか姿勢とかっていうものにやっぱり監督はもう本当に心打たれたっていうふうには言われてましたよね。屈辱にまみれても声を出し続ける男、原監督はそんなイチローの熱き思いが結果に現れるのを待った。そして迎えた第4打席、その時が訪れた。ヒッティング、高いバウンド抜けた、イチロー第2ラウンド初ヒット、ランナーは三塁に向かう、岩村三塁へ、ようやく出ましたこの一本。イチローはついに長いトンネルから抜け出した。それはアメリカに来て13打席目の初ヒットだった。そしてベンチに戻ったイチローを侍たちの歓喜が包み込んだ。イチロー君がね、だからヒットを打つとベンチがねものすごい沸くんですよ。やっぱ喜ぶんですよ、みんなで。イチローさんが勢いに乗ればやっぱりね、チームは絶対勝つ自信はあったと思うし、本当嬉しかったですよね、はい。イチローは続く5打席目、捉えた、イチローの当たり、センターの頭上を越えていった。イチローは一塁蹴って、二塁も蹴って、快速飛ばして三塁へ。イチローの打球が戻ってきました。会心の三塁打。この試合イチローは2安打を放った。そしてさあ準決勝進出まであとアウト1つ。ライトに上がった、イチローがウイングボールを掴んだ。侍ジャパンは後がない戦いで準決勝進出を決めた。そしてイチローも崖っぷちからよみがえる大きな一歩を踏み出した。でもほぼ折れかけてた心をギリギリでつなぎ止めた感じですね。3打席目のバントの失敗でほぼ折れかけたんですけど、
まあ、僕のユニフォームだけなぜか9番に見えてたっていうのはね、ちょっとかなり深刻な状況だったと思いますけど、まあ、4打席目からジャパンのユニフォームを着れてよかったなと思います。その後日本はアメリカを下し決勝戦へ進出。世界一をかけて韓国とこの WBC5 度目の対決を迎えた。日本野球 WBC2 連覇に向けて韓国との決勝戦が始まります。その初回イチローはワンスリーからセンターの前にヒットになりました。運命の決戦で幸先の良いスタートを切った。日本の先発はこの WBC で絶好調の岩隈。見逃し三振、空振り三振。緩急を使い分け韓国打線を抑える。迎えた3回表試合が動いた。ワンアウト1・3塁先制のチャンスでバッターは小笠原。小笠原引っ張った、一塁間抜けた、ライト前ヒット、先制点を取ったのは日本、小笠原のタイムリーヒット。だが5回裏センターに上がった、下がる下がる、入った、同点ホームラン。1対1、試合は振り出しに戻った。そしてレフト線の当たり、内川打ちないか、ワンバウンドヒット、二塁に向かう、二塁はアウト。内川の素晴らしいプレーが出ました。内川のファインプレーが韓国に傾きかねない流れを食い止めた。そして7回表ノーアウト二塁でイチローは、イチローバント、三塁線いいところに転がった、イチローバントヒット。決勝の大一番でイチローらしいプレーがよみがえった。ノーアウト一三塁とチャンスを広げ続くは中島。さらに8回表ワンアウト一塁でバッターはこの試合途中出場の稲葉。稲葉一塁線破った、フェアフェアフェア、内川二塁蹴って三塁に向かう、ツーベースを放ちチャンスを広げる。そしてメジャーリーガー岩村がレフト上がった、さあどうする、三塁ランナー内川タッチアップからホームに向かってきた、送球された、日本2連覇へ大きく近づく、3点目を取りました。終盤の8回日本はリードを広げた。その後韓国が1点を返し9回表ヤクルトで活躍するイム・チャンヨンがマウンドへ上がった。先頭打者はイチロー。一塁捉えた、ライトへ中列、伸びていく、フェンスに当たりました。この日3本目のヒット。最後の戦いで一郎のバットは本来の輝きを取り戻していた。9回裏日本はこの1イニングを抑えれば WBC 連覇が決まる。マウンドにはストッパーを託されたダルビッシュ。ワンアウト一二塁のピンチを招く。低め三振、ツーアウト。日本連覇まであと一人。しかし三遊間破った、二塁ランナー帰ってくる、
端までまさかの同点。なおもツーアウト一二塁、ヒットが出れば連覇の夢が絶たれかねない。空振り三振、しのいだ。絶体絶命のピンチでダルビッシュが踏ん張る。世界一をかけた激闘は延長戦へ。延長10回表、先頭バッターは内川。内川の当たり、ライトの前、ライトの前、落ちた。先頭バッター出塁。このランナーを何が何でもホームに返して。続くは侍ジャパンを黒子となって支えてきた最年長稲葉。バントした、いいバント、二塁へ送りました。ワンアウト二塁。そして8番岩村。岩村レフト前、前に落ちた。内川三塁ストップ、つなぎました。岩村ここで9番片岡に代わり、代打に川崎が送られた。真ん中に入ってきた、打ち上げた、ショートフライだ。ランナーを返せず2アウト。そして回ってきました、このバッターに回ってきました。イチローの第6打席、今日3安打。底知れぬ重圧がのしかかる場面、この WBC でもがき苦しみ続けた男が打席に立った。初球、際どい球を見極め、ボール。そして2球目。一塁ランナーがスタートを切っています。岩村が盗塁し、2アウト2、3塁。ファールボールです。粘ります、一郎。バットは止まります。ツーツー。そしてツーストライクツーボールで迎えた8球目。日本中が願い祈っている。どん底を味わった男は、クライマックスでこれまでの苦悩を払拭するかのような一打を放った。僕、一郎に向かっても一生懸命ガッツポーズしたんですけど、一郎君はもうクールというか、もう淡々に自分のあれを外してやってまして。実はこの時、一郎はあえてベンチを見なかった。あれ理由知ってます？あ、知らないです。あのね、あそこで自分がベンチを見ちゃうと涙が出るって、泣けちゃうっつって。あ、そうなんですか。今までのそのみんなが支えてくれたので打てたと、うん、そっち振って目を見ちゃうともう涙が止まんないと。見ないように、見ないように。だからなんかあたふたあたふたいろんなとこを触ってっていう。あ、そうですか、はい、あ、でもそうやって思ってくれると。日本野球人が再び頂点に立とうとしている。マウンド上ダルビッシュ、中盤から空振り三振。日本歴史的死闘を制し、第2回 WBC 優勝。侍ジャパンが2連覇の偉業を成し遂げました。熱き絆で結ばれた侍たちがたどり着いた頂点。
野球人生最大の試練を乗り越えた男の顔は晴れ晴れとしていた。いやーもう苦しいところから始まって、苦しさから辛さになって、辛さを超えたら今度は痛みが来て、心がね、でも最終的に、まあ、こうやってみんなで笑顔になれたこと、日本のファンの人たち笑顔が届けられたこと、最高です。そしてシャンパンファイト。本当にお前さんたちはね、強い侍になった。おめでとう。イチローは激闘を共に戦い抜いた侍たちと歓喜に酔いしれた。この先輩をリスペクトしてない感じが世界一に繋がったんですよ。痛いっつうな。男が試練を乗り越え手にしたもの、それは苦しみや喜びを分かち合える戦友だった。お疲れ様です。お疲れ様です。やろうか。綺麗な色で。あっしゃー。あー、本当に WBC おめでとうございます。ありがとうございます。まだ何日しか経ってないんですけど、はい、心境はどのように感じてます？完結したなっていう感じですね。あ、自分の中で完結、まあ、完結はどういう形になっても完結はするんですけど、まあでも流れがずっと悪かったですからね。まあ、まさかあれが来るとは思わなかったっていう感じで終わりましたね。捉えた！イチローが自ら切り出したあの一瞬、めちゃくちゃ怖いですよ。イチローしか知らない胸の内。結果が出なかった場合、それを覚悟しなくてはいけない。一郎も知らなかった仲間たちの胸の内。僕を守ろうとしてくれてること、ちょっと驚いちゃったし。一郎、ここに全てを語る。そのまさかのあれなんですけど、詳しく振り返っていただきたいんですが、はい、まずですね、9回に同点に追いつかれました、うん、三遊間破った二塁ランナー帰ってくる。ダルビッシュ打たれました。日本追いつかれました。3対3同点。あそこはね、まあ、ちょっと覚悟をしたというか、もう嫌な流れ、本当に嫌だったので、まあ、さよならの可能性を考えちゃいましたね。ただビッシュが頑張ってたんで、まあ、とにかく頑張れって、もう頑張れ頑張れ言って、ボソ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 ブツブツ言いながら、ビッシュ頑張れ頑張れっつって、あれさえクリアできれば最後同点のまま、うん、まあなんとかなる気持ち的にね。でその後です、いきなり内川選手がヒット出て、稲葉選手がバントで、はい、ワンアウトセカンドになりました。あの時はガンがバッターでしたね、はいはい、もうとにかく打ってくれとにかく打って返せと。あ、もう返せと。もう返してほしい、はい、で、あ、打ちました、うん、で割とレフトのライン寄りだったので、あ、これ楽勝で帰れるんだろうなって、ダグアウトから見えなかったので、レフトの位置がね、はい、これ帰るんだろうなと思ったら止めたんで、うん、はい、まあ、ワンアウト一三塁、はい、
だから帰らなかった時僕クソって言ったんですよ。クソって。で監督が、はい、ベンチでダグアウトでこう、まあ、そわそわしてるんですよね、うんまあ、誰を使おうかっていうことだと思うんですけど、はいはい、でそこで宗を最終的に指名して、はい、おー宗かここでと、うんでまあ、川崎宗則といえばずっとダグアウトでも、うん、グラウンド出ても、うん、一人で声張り上げて、うん、盛り上げて、うん一番頑張ってきた選手だったんですよね、うん、あここで宗来るかもう宗もう全部持っていけと今回もお前一番頑張ったんだから、うん、宗持ってけと、うん、いう気持ちで僕は宗のをこう自分の中で送り出すような思いでいましたね、しかし真ん中に入ってきた打ち上げたショートフライだ。まあ、そこであのスイッチをまあポンともう一回入れ直したんですよね。うん、で、まあ、来たかと。ここで打ったらえらいことだなと。ここで打ったらえらいことや、うん。打たなかったらもっとえらいことやと。うん、でそういう思いが。よぎること時っていうのは結果はあんまり出ないですよね、まあ、言ったら雑念がいろいろ入ってきてるわけですから、はいはい、でもそれがよぎってしまったので、うん、もうどうしようもないこれ消すことできないんですよ。でも一回よぎってそれを振り払うことはできない。できないです。もうできないと僕は思ったので、うん、僕の脳みそがねこういう流れになってるんでもうここに便乗していこうと、うんうんうん、で打席に入る時に、うんさあこの場面イチロー選手打席に入りましたみたいな感じで入っていったんですよね。あれ本当なんですか。ここでイチロー選手打席入りましたからまあ始まったんですけど、まあ、ちょっとした実況風のこう、うん、感じを頭の中で描きながら、うん、さあこの場面ここでイチロー選手打席入りました、うんまあ、1球目ハイボール、はい、で2球目にガンガン二塁に走ったわけですね、はいはい、でそれがストライクのコール、うん、ツーアウト2、3塁、うん、これ偉いこっちゃと、うんねうん、でまあ細かい実況はいろいろあるんですけれども、うんうん、はいファールみたいなはいまたファールみたいなはいファールはいまたファールすごい余裕があるような余裕じゃないんですよこれはない自分の気持ちに便乗していっただけなんですよ。もうこうなっちゃったらちょっとマイナスのことも考えたけども、うん、ちょっと楽しくしないともうなんかやってらんないみたいな感じですよね。なるほど。じゃあそれは裏返しとしてめちゃくちゃ怖いですよ。もう俺オフ日本に帰れねえなみたいななんかいろんなそういうネガティブなことを想像しましたよ。そして5球目はいそこの低めファールみたいなはいそこの低めファールもうワンバウンドになりそうな低めのボールですね。はいはい、ボールがあったんですよ。はいはいはい、あのファールをした時にいただきましたっていう感じになったんですよね。いただきましたっていうのはどういう要は必ずいい結果が出ると思ったんです。勝負してくれればかなりの確率でヒットは出る。それはなんでですか。なんででしょうね。あのボールをファールにできたということではないんですよ。むしろあの球を僕ヒットにできると思って打ちに行ったんですよ。なるほど。あこれヒットにできる、はい、でも結果的にファールになったっていうファールなんですけども、うんうん、あのボールをヒットにできると思った感覚を持った自分がっていうことだと思うんですよ、ね、あそこでもうこれ何来てもいけるって感じたと思うんですよ、ね、へでその時にはまだ頭の中心の中では実況はされてるんですか。そこで終わりました。そこで終わった。そこで終わりました。
それ以外にイチロー選手にとって印象的なシーン、印象的な試合ってありました？キューバ戦。第2ラウンド、韓国に敗れ迎えた負けたら終わりのキューバ戦。それはイチローにとって最悪の記憶として刻まれようとしていた。バントした、バントした、ショーフライになった。イチロー送りバントも失敗。12打席連続ノーヒット。まあ、心が折れそうになった瞬間、まあ、ほぼ折れた瞬間だったんですけれども、監督と目があったんですよね。なんかね、それがなんかめちゃくちゃ痛かったんですよ、僕に。なんか変に刺さったんですよね。何を思いました？もう監督は僕を使い続けてくれていること、これがメッセージだったと思うんですよね。まあさすがにあのゲームで自分に変えてね、誰かを使ってくださいということは考えなかったです。ただこのゲームがこのまま進んでいって、自分が結果が出なかった場合、それを覚悟しなくてはいけないと思いましたね。このままなら外れるという覚悟、そしてもう一つの秘めたる覚悟。始まる前に覚悟っていう言葉を使われたんですよ、はい、覚悟を持って臨む。この大会で勝てなかったら二度と参加できないという覚悟ですね。しかも途中からは僕が原因でしたから、明らかに。これでこの状態でもし勝つことができなかったら、まあ、次の参加は参加したいということはできない、そういう発言ができない。なかなかこう思うような結果が出なかったという状況、はい、何を自ら感じてどのような行動を取ろうと、はい、まあ、見てくれてる人に対しては自分が何かを示す時っていうのは結果を出すことでしか示すことはできないんですよね、はい、ただ中にいる人たち、まあ、チームメイトたちですよね、はい、に対して何かを示す時っていうのは結果が出てない時にどうであるべきなのか、どういなくてはいけないのかということが大事になってくる。結果が出ない日々、イチローはチームメイトの前で決して下を向くことはなかった。いち早く球場に駆けつけバットを振り続けてきた。そしてキューバ戦試合前の練習、その出来事は起きた。あれ、今日なんか野手のみんなちょっと違うな。イチローが違和感を感じたのは仲間たちの足元、ストッキングを見せるユニフォームの着こなし。それは見てたんです。それ理由わかります？いや、それ知らなかったんですよ。それはイチローのスタイル。イチローさんもちょっとね、調子が悪かったじゃないですか。まあ、イチローさん盛り上げるため、正直声かけづらかったんで、形でというかストッキング上げたりとか。亀井がやろうぜって言うから、じゃあやるかって、だんだんこうみんなにお前もやれお前もやれよって言いながら、最終的に稲葉さんまでやってもらって、流れを変えよう、じゃあ俺もやるっつって野手の最年少の3人、片岡、内川、亀井に始まり、チーム最年長の稲葉まで、イチローに無言のエールを送った。
そしてその日のキューバ戦、あのバント失敗の次の第4打席。ヒッティング、高いバウンド抜けた、イチロー第2ラウンド初ヒット。13打席ぶりとなるヒットの後、イチローを待っていたもの、ものすごい笑顔でみんなが迎えてくれたんですよ。みんな嬉しそうに僕のことをこうナイスバッティングって言ってね、やってくれるわけ。こうやって あれは嬉しかったですね。本当に心の底から笑ってくれてる、喜んでくれてる、あれはね本当に支えられましたね。まあ、特にね、あのヤスの顔が忘れられないですよ、片岡の。あのストッキングに込められた仲間たちの思いをイチローが知ったのは WBC が終わった後のことだ。いや、それね、聞いた時も本当に感動して、後輩たちがなんかそんな優しさを見せてね、僕を守ろうとしてくれてることをちょっと驚いちゃったし、もう感動したし。仲間たちはいい時も悪い時もイチローの背中を見つめてきた。最後にね、メールをくれたんですよ。今までよりももっと、まあ、好きになったみたいにね、な感じだったの。それがなぜかというと、打てない時の僕がすごく良かったって書いてあるんですよね。で、最後のヒットは一生忘れませんと。もう涙出そうになって、俺、もう半泣きでしたね。もう本当にね、もう胸にはユンケル2年分ぐらい送りたいなと思いますよ。捉えた、忘れ得ない最後のヒット。そういえばイチローはあの時少し落ち着きがなかった。あれはでも困りましたね。みんながおそらく喜んでくれてる、はいはい、ダグアウト見たら、うん、僕は多分あの感情的になるんで見れなかったんですよね。まあ 見れなかったと言った方が正しいのかな。だからリプレイ見るし、ヘルメット触るし、なんかこう時間通じしなきゃいけないです。その時のダグアウトの風景。乗り越えた感覚があるからこそ何か得るものがあった、その辺はどのように考えてます？日本が勝って、最後、まあ、いいとこで結果が出てということによる自信ではないんですよね。ですから、そこに至るまでの自分の在り方、これに自信を持ったので、これよりも怖いものはなかなか出てこないなと今思ってますけど。吉田さん、はい、いい話だねこれは。いや、もうすごく良くてですね、まあ、あの僕はずっと見させていただいてて、その最後の決勝のタイムリーというのは、はい、やっぱりあのエピローグだと、その前のやっぱりプロローグがあったのではないかと、うん、それはやっぱりなかなか結果が出てこなかった時のイチロー選手のやっぱり姿勢だと、はい、で実はですね、まあ、日本の時もそうなんですけど、うん、アメリカでもね、まあ、こういう球場の裏に誰も我々メディアが入れないような室内練習場があるんですね、はい、そこで誰よりも早くイチロー選手が来て実は練習をしていたんですよ。でそれはどっちかというと選手にも黙ってたんですよ、他のチームメイトにも。でも選手は自分のロッカーに入るときに、なぜかイチロー選手がもうグローブをしてね、バットを持って帰ってきてる姿を見るわけですよ、ええ、それを亀井選手が見る、稲葉選手が見る、 あれどうしたんだと、イチロー選手何やってんの、あのイチロー選手はこんなに早く来て前を向いて練習をしていると、ええ、その姿を見て、あ、
じゃあ一応選手は結果が出ない中に僕たちがなんとか頑張ってなんとかつなごうじゃないかと、そういう思いが最後やっぱ決勝のねヒットにつながったのではないかと僕は思いますね。あのストッキングをみんな見せるイチロースタイル、はい、いやじんときますね。そういうことも何人もイチロー選手はしなかったんですけど、まあ、一番上の、ね、稲葉選手なんていうのは打てなかったイチロー選手にずっと話しかけてるんですよ。それもすごい感銘を受けたと。